ベズーの定理、ベズーの定理、ベズーの定理、ベスーと ST ラムは、二つの平面代数曲線の交点の個数に関する代数幾化学における定理である。大まかには、メートル次の曲線と N 次の曲線は、MN 個の交点を持つ、という内容である。ただし、複素数の範囲、一般には、基礎体の代数平包みで考えること、無限円点を考慮に入れた。 射影平面で考えること、重複して交わっている場合を適切に扱うことが必要であり、また、二つの曲線が共通成分を持つような特殊な場合は除かなければならない。定理には18世紀のフランスの数学者、エティエンヌ・ベズーの名が冠されているが、口実のように厳密な証明を与えたのは別人である。点とはよ、大会場の遮影平面 FP。 における二つの曲線であって、共通成分を持たないものとする。点と i は、回の代数へつみ、e 上の遮影平面 ep における曲線であると自然になすことができる。点と y の ep における交点の総数は、重複度を込めると、点の次数と y の次数の積に等しい。点と y が、共通成分を持たないという仮定は、 点と愛の共有する点が有限個であると言い換えることもできる。例えば、点と愛の定義多項式が共に、規約で異なるものであれ、十分に過程を満たす。重複度を込めるのより正確な意味は次節を参照。ベズーの定理や、その多次元化において、最も繊細な部分は、適切な重複度を定義することにある。点、P を二つの遮影曲線点と愛の、 共通点としよう。点 P における点と Y の交差数、または交差重複度とは、交わりの重複度を表す、生成数であり、代数的に定義される。例えば、P が点においても Y においても、ひとくいな点であり、P における点の接線と Y の接線が一致しないならば、P における交差数は1である。この場合を、しばしば、点と Y は点 P において、 横断交差すると表現する。逆に接線が一致するならば交差数は2以上である。ベズーの定理の主張における重複度を込めた交点の総数とは全ての交点における交差数の総和を意味する。ここでは大数的平体 E として複素数体を考えているものとする。二つの異なる直線は平行でなければちょうど一点で交わる。 平行であれば、無限延点で、ちょうど一回交わる。代数的な操作でこのことを見るために、例として二つの直線、x に y、イコール3と x に y、イコール5を考えよう。遮影曲線としては、正治多項式、x に y3z、イコール0と x に y5z、イコール0で定義される。連立方程式として、代数的に解くと、x、 イコールマイナス 2y, z イコール0を得る。よって、二つの直線の交点は、同時座標として、マイナス2、1、0で与えられる。z 座標が0であるため、これは無限遠直線上の一点である。二つの曲線の一方が直線である場合、主張は大数学の基本定理より導かれる。この場合の定理の主張は、n 字曲線は与えられた直線と、重複度を込めて、 ちょうど N 回交わるということである。例えば、放物線 YX イコール0の次数は2、直線 YX イコール0の次数は1であるから、定理によれば両者はちょうど2点で交わる。A イコール0の場合は、原点で接し、ここで2回交わっていると解釈する。定理によれば、2つの円錐曲線は4点で交わる。ただし、 そのうちのいくつかは一致するかもしれない。四つの交点を適切に計算するには、複素数の範囲まで許さなければならないし、無限円点まで考慮に入れなければならない。例えば、二つの円は最高でも二点でしか交わらないように思われる。定理の主張とのギャップは、複素数の範囲で無限円点を含めることによって解消す。円の方程式を、で与えると、その同時かは、 である。よって、任意の円は、無限円直線と2点、1、i、0、1、i、0で交わる。実平面上で交点を持たない場合は、この2点に加えて、さらに2点の複素点で交わる。定理より、任意の円錐曲線は無限円直線と2点で交わる。相曲線の場合、それは2つの前近線の方向に対応した点である。 楕円の場合、無限円直線との二つの交点は互いに複素協約の関係にある、例は、円ではそれは、1、i、0と、1、i、0であった。放物線の場合、無限円直線と一点でしか交わらないが、それは接点であって、その点で二回交わっているとみなされる。以下の図は、単円、xy、イコール1との間に、1より、 大きな交差数を持つ円の例である。そのため、見た目の交点の個数は4よりも少ない。定理の特別な場合、特に直線、円錐曲線、三次曲線の交点に関しては、17世紀より考察されてきた。コリン・マクローリン、レオン・ハルト・オイラー、ガブリエル・クラメールらが定理を主張したが、証明は与えられなかった。ベズーがこの定理の証明を公表したのは、 1779年に出版したデイオリ・ゲネロルでジ・アンザルジブラケイズにおいてである。しかし、彼は多変数の方程式について現代的な大数の記法を知らなかったため、その証明は非常に煩雑なものであった。定理が成り立つための正確な設定も行わなかったため、現代的には彼の証明は正しくなく、ヒューリスティクスに類するものとみなされている。 正確な証明を初めて与えたとされるのは1873年のであり、1930年にはが初等的な証明を与えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。